生放送でお届けしておりますごごたまです。続いては漢方納得相談のお時間です。はい、このコーナーでは漢方とはどんなものなのか漢方薬について詳しくお伝えしてまいります。はい、紹介してくださる方は一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、荻さん、今日はどういった漢方をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日はですね、自律神経失調症に、おすすめの漢方薬についてお話しさせていただきたいと思うんですね。はい、この自律神経失調症、はい、まあ、よく聞かれる言葉だと思うんですが、これ具体的に言うとどういった疾患になるんでしょうね。はい、まずこの自律神経失調症とはですね、今画面に映っておりますけども、規則的なその生活習慣やこうストレス、これによってですね、体の基本的なバランス、例えばホルモン、自律神経、代謝、免疫、こういう風なバランスが崩れて体にさまざまな不調を起こす疾患のことを言うんですね。これ体の不調というのは具体的に言うとどのようなものになるんでしょう。はい、こちらをご覧いただきたいんですけども、自律神経失調症の症状ということをまとめましたけども、まずイライラしたり、変な不安感ですね、不安感が常にあったり、あとは、不眠、あとめまい、耳鳴りで、頭痛、頭重感で、喉にこう異物感、不快感があったり、であとは、周りの方が汗かいてないのに自分だけが汗をかいてしまうとか、あとは変なだるさですね。とにかくその寝てるのにだるさが残る。あとこれには書いてませんけど、うつですよね。こういうふうな症状が自律神経失調症の主な症状だということで、これがだからどんどん激しくなるとだんだんうつになってきてしまう。そうなんですね。では自律神経失調症の方の症例と、そして改善例ご紹介をお願いいたします。はい、お願いします。まずこちらの方はですね、1年半ぐらい前から、自律神経失調症でお悩みの方の症例なんですね。この方におすすめの漢方というと、はい、どういうのになるんでしょうか。はい、じゃあまずちょっとご紹介しましょうか。はい、はいはい。で、うつ的な症状がですね、気分が常に落ち込んで、でやる気が出ない、であとそのイライラしてですね、不眠になることが多い、でやはりこの方も不安感がですね強くなったり、であと動悸、頭重感もたまにあって、で特徴的な部分が、手足の、先が冷えやすいと。あとこの方5、6年前に過敏性腸症候群で、病院で治療された経験もあって、はい、現在においては病院から抗うつ剤、安定剤をいただいてますという方の症例なんですね。これ腸症候群というのは腸が、こう下痢気味になってしまう。そうですね、はい、さあ、こちらの方です。ではおすすめの漢方お願いします。はい、こちらのですね、経歯下龍骨牡蛎湯というお薬を、服用していただいたんですね。でこの中には経歯、龍骨、牡蛎、芍薬、生姜、体操、甘草、こういうふうな、7つのですね、生薬で、構成された処方なんです。でこれは神経の高ぶりをですね、沈めて気力をつけて、心の状態を安定させる働きがあるとされてるんですね、このお薬に。はい、さあ、そしてどういった改善をされたんでしょうかということなんですが、はい、まず服用しまして1ヶ月経った時点ではですね、気分が少し良くなってきたという程度だったんですね。で2ヶ月経過した時点では血流が良くなって、で手足の先の冷えですね、これが良くなってきた。で4ヶ月経過した時点では動悸、そのイライラ感がなくなってきた。で5ヶ月経過した時点は不眠になることが、少なくなってきて体調もいいんですよというコメントをいただいて、で8ヶ月経過した時点ではですね、イライラ感、不安感は全くなくなったということで喜ばれたんですね。でさらに11ヶ月経った時点でのコメントがですね、悩んでいた症状が全くなくなったというふうに言い切るぐらいの、改善をされたと。これもありますか。薬というのは、毎日 何回ぐらいあるんですか。はい、でこの方の場合は1日2回に1日の量を分けてお飲みになられたんですね。はい、さあということでね、では続いてまいりますか。はい、でその前に、ね、その前に、そうですね、こちらは、この今あった薬、これ何と読みすればよろしいんですか。はい、経歯下龍骨牡蛎湯、はいはい、これは、どういったものなんでしょうかね。はい、龍骨は何なんですか。これ龍骨というのはですね、日本薬局法にこう定められている部分としまして、大型哺乳類 その化石化した骨なんですね。へ、ちょうどこれにはちょっと画像にはちょっと見えませんけど、はいはい、白い形になってましてですね、これは精神を安定させる、安神剤と、漢方では呼ばれる、生薬の一つなんですね。はい、すごいですね。そんな化石から、化石化した骨なんですね。骨なんですね。はい、今はね、恐竜だとかそういうのはないですから、牛だとか馬の、
あの化石化したその骨と、これも、まあ、漢方では使うということなんですね。勉強になります、はい、そして今日はもう一症例ですね、自律神経、はい、自律神経失調症の中でもこの耳鳴りの、はい、そうですね、耳鳴りの方の症例をちょっと今からご紹介したいと思うんですが、はい、でこの方は 5,6 年前から、まあ、耳鳴り、してまた自律神経失調症でお悩みの方なんですが、はい、この方の、まあ、特徴をお話しますと、キーンという金属音、あとジージーというセミの鳴くような音が常時ですね、まあ、左耳で鳴ってるって言うんですね、はい、で、細かい症状としましては、イライラして夜眠れなかったり、で時々めまいを、まあ、起こして、でその際耳鳴りが大きく感じるとか、あと病院では、まあ、この方異常がないんでということで、コメントされたということも言われてたんです、はい、であと、相談時にメレーシ病という病気でですね、昭和63年頃通院してたということもお話しいただいて、でご相談いただいたときには不眠の薬を、まあ、病院の方からいただいてますという、こういうふうな方の症例なんです。なるほど、はい、さあそれではこの方におすすめの漢方をお願いします。はい、この方はですね、涼啓術漢方というお薬を服用していただいたんですね。でこの中には、伏涼、白術、啓皮、甘草、こういうふうな4つの生薬から構成された処方なんです、はい、であとこちらの方はですね、損心用エキスというものも併用していただいたんです。でこの損心用エキスの中にはですね、まあ、霊視であるとか、あと、朝鮮人参、あと熊笹、まあ、漢方の常薬という体の基本的なそのバランスを調整するものが濃縮された液剤なんですが、はい、これもこの方の場合併用していただいたというんですね。はい、なるほど。この損心応エキス、はい、どういった働きが具体的に言うとあるんでしょうか。今申し上げました体の基本的なですね、まあ、ホルモン、自律神経、代謝、免疫系、まあ、こういうふうなある意味、まあ、病気の原因というんでしょうか、まあ、そういうふうなものを、まあ、整えていってくれるような作用が効果があるというものですね。そう、はい、そして、どういった改善をしていったのかといいますと、はい、こちらですね、はい、まず、1ヶ月目のコメントがですね、はい、めまいを起こしても以前より、まあ、まあ、辛くなくなってきたと。で、2ヶ月経った時点ではですね、イライラ感も収まってきて夜も眠れるようになってきましたと。で4ヶ月経った時点ではですね、頭重感がなくなってきて耳鳴りが小さくなってきました。で6ヶ月経過した時点ではめまいが起きなくなって耳鳴りの起こらない日が、まあ、増えてきたと。で体のだるさもなくなってきてますというようなコメントをいただいたんです。で9ヶ月経った時点でのコメントがですね、耳鳴りとめまいは起きなくなって不眠も解消したと。まあ、体調は非常にいいというふうなことです。はい、なるほど。こちらね、損心オキス、まあ、先ほどもちょっと写真出てますけど、これ実際どんな味なんですかね。あれはですね、霊視が入ってたりなんかするんでちょっと苦いんです。でそれの他に、まあ、甘み成分も入ってるんで、まあ、還元バカ糖で飲みやすくしてますんで、甘苦いという味ですね。はい、ということで今日ご紹介いただいた漢方薬なんですけれども、体質や症状に合わせた漢方薬、漢方となっておりますので、一例になりますのでご注意いただきたいと思います。本日は自律神経失調症の方におすすめの漢方についてお話しいただきました。ではここで一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。そして所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。なお漢方納得相談では漢方に関する質問、そして小木先生に聞いてみたいということなどありましたら、こちらの宛先までどしどしご応募いただきたいと思います。さあそしてこのコーナーの最後には一心堂オリジナルの健康茶をご紹介いただきますが、今月は、はい、一心茶の、はい、紹介ですね。
はい、こちらですね、はい、でこちらの9種類の、まあ、薬草が入ってまして、まあ、五臓のバランスを整えると言われる9種類なんですが、うん、これはあの小さいお子様からお年寄りの方まで、まあ、あの麦茶感覚で飲める、うん、まあ、あの需要競争健康維持につながるお茶なんですね。我々もね、はい、ちょうど先週 ね飲まさせていただきました、はい、飲みやすいんですよ、はい、香ばしくて ねこれはどんな方にやっぱおすすめなんですか、ね、やはり、まあ健康を、うん、まあ気にされてる、はい、まあ、あの需要競争健康維持を、まあ、常に心がけてる方に、まあ、おすすめだと思いますね。はい、はい、分かりました、はい、ということで本日も一心堂薬局の荻秀之さんにお越しいただきました。荻さん、ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後はお天気見ていきます。